福岡県糸島市で開かれた贈呈式では、RKB ラジオ盲導犬募金で去年1年間に集められた107万円が九州盲導犬協会に贈られました。この募金は盲導犬の育成を支援するため、RKB ラジオが2004年から始めたもので、県内の郵便局なども協力しています。協会によると、福岡県内で活躍している盲導犬はおよそ20頭にとどまっていて、必要数に対し大幅に不足しているということです。